どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はライカ M11 のシャッター音についてお話をさせていただきたいと思っております。と言いますのも、先日のファームウェアアップデートで、M11 早くもシャッター音が変わりました。そのね、今と前のこの違いというか、そういったお話をさせていただきたいと思っております。まずですね、現在の M11 のシャッター音を、聞いていただきたいと思います。シャッター音こんな感じですね。いかがですかね。めちゃくちゃ好きなんですけど、僕この音。まあこれ M 型ライカ共通して言えることなんですけども、全てのね M 型音がね本当に気持ちがいいんですよね。まあ僕全部が全部触ったことがあるわけではないんですが、まあそれこそねフィルムに関してもそうですし、 M9 ですとか M10 もそうですよね。めちゃくちゃ気持ちいいんですよね、このシャッターが。シャッターを切りたいがためにこうスナップしていると言っても過言ではないぐらい気持ちいいんですね。で、まあ、今回ね、その M11 を購入して、発売前にね、一度、ファーストインプレッションというか、ライカストアの方で、触らせていただいた時の印象と違うんですよね。で、まあ、実際に購入してみて、シャッター音が違うなと思ったんですよね。なんか良くなってると思って、で、調べたら、ファームウェアアップデートで、そのね、シャッター音が改善されたということで、改善ってどういうことかっていうと、以前はね、これなんですよ。これは僕のファーストライカ、ライカ M10P ですね。この M10P と、以前の M11 のシャッター音がほぼ同じという、まあそういうお話もね、そのライカストアの方でしていたんですけども、これほぼというかもう全く一緒じゃんっていうね、印象だったんですが、そこら辺がね、そのファームウェアアップデートで変わりましたね。で、これを M10P を以前の M11 と仮定して、今のね、この M11 とちょっと比較してみたいと思います。で、以前はどういう音だったかっていうと、こういう感じなんですよ。M10P ですね。これです。このね、M10P のね、シャッター音も僕好きなんですよ。これがまさに、前回までの M11 の音だったわけですね。比べてみましょうか。これが前回の M11 と仮定して、今の M11 とちょっと比べてみます。今の M11、 以前の M11、 若干タイムラグがあるのがお分かりでしょうかね。まあそれはね、 M10P の場合こういった LV モードにするとこういう、タイムラグが発生するんですよね。これをね、普通に通常モードにするともっとシャキシャキといくんですけど、非常に奥ゆかしいいい音がしますよね。で、まあそれプラスですね、ちょっと高音が足された感じっていうのかな、音量はね、音量自体大きくなったわけではないんですが、高音がこう跳ねる感じっていうのかな、そういう印象を受けますね。なので僕ね、 M10P を使ってた時は、例えば街中でスナップこうしている時もね、誰も
気づかれたことないんですよ。まあ別にね、盗撮してるわけではないんですが、こうやって撮っていて、こう、パッと振り向かれるなんてことは一度もなかったんですが、こっち、M11 になってからは、こうね、信号待ちとかしていてね、僕は普通にこう信号機とかこうよく通るんですけども、信号機通ってたらこう前の人がね、こうパッとこう振り向くわけですね。あれ今撮ったみたいな感じで、これはねちょっと気をつけなきゃいけないなっていうことで、M11 になってからねそう思いました。はい、これが M10P から M11 に、変わったね、僕のこうなんていうのかな、ちょっと変わった点というのかな。M10P のつもりでこう撮ってたら、ちょっと誤解招くなということで、まあ先ほど言いましたけども、別に音量が大きくなったわけではなく、高音が足されたっていうのかな。もう一度ちょっと聞いていただきましょうかね、これ。いいですね、これ好きですね、この音、シャキシャキとした感じ、ちょっとね M10 に近いんじゃないかな、僕の勝手な印象ですけども、 M10 と M10P のちょうどね中間ぐらいかなっていう僕の印象なんですけどね。はい、ということで今回はね M11 のシャッター音について、お話をさせていただきました。今後もですね、僕せっかくこれ M10P 持ってるんで、その M10 からその M11 にまこう変わったわけなんですけども、この違いをねいろいろ検証してみたいなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ぜひですねチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。